今日、ミキちゃんおらへんの？はい。あ、大丈夫だ。もうネット選挙パンパンなんで。あ、そっち仕事な。あ、そういうことね。ね、松田君もなんかいろいろと週刊誌に載って有名なんで、気がついたらやめたいな。一言いいでしょうか。どうぞ。はい。先々週からですね、フライデーの方でちょっと世間をお騒がせしておりまして、ほぼ報道間違いないかなって一部訂正はしました。都民ファーストの会のその議員っていう人と不倫関係にあったんですけど、区役所でお前らやってただろうと、うん、予算質疑の時とかもその記事によると2人で抜けて頬を赤くして出てきたみたいな。それは言われても記事とか正しい。露天風呂は行った？行きました。相手全面否定してません？あ、そう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 、うん、裁判を検討してるっていう話で、ね、今答えが出ちゃう。1年前の話なんですけど、まあ、その1年間まあ、ね、こう内緒にしてたというか黙ってたっていうところと、今後の皆さんの選挙に影響が出るとちょっとまずいなってところで辞表を提出して受理されてますんで、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今後ネット選挙で皆様 の、 サポートに毎日にしてまいりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。よし、着手するところでバイバーイサスケ、バイバイして、バイバイして、サスケバイバイって。